突然公開された MV。心の準備ください。はい、どうもこんばんは、マキリです。はい、ということでね、ちょっと諸事情により今、マキリ顔出しができないんですけど、気にしないでください。いや、気になるわ。大丈夫、心配しないで。はい、ということで本日なんですけど、来ましたね、バンタンのシュガーが新曲あげましたよ。まあ、シュガーっていうか、オーガスト D、アガスト D、まあ、どちらかわかんないんですけど、そちら名義でね、曲を出してたりするんですよ。それの新曲が、もう昨日かな ?5 月22日に公開されましたよ。で、ミックステープもね、もう公開されたっていうことで、まあ、本日は、そのミュージックビデオが公開された、もうほんと急に公開されたんですよね。まあ、ちょっとわかんないんですけど、アーミーの人とかもう分かってたのかな。まあ、僕からしたらちょっと急に来たっていうようなミュージックビデオなんですけど、まあ今回もねめちゃくちゃにかっこいい。まあ、今回リアクション動画っていうか、ちょっと僕なりの解説っていうような形でね紹介していこうと思うんですけど、そもそもこのオーガスト D かアガスト D、 この名前の由来なんですけど、そもそもシュガーがテグっていうね、韓国のテグっていう場所の出身で、そのテグの D、そのテグ市のタウン、その頭文字取ってシュガーくっつけて DT シュガーっていう風にするんですけど、それを逆からスペルを書いたっていうので、このアガスト D かオーガスト D っていう風になるそうです。今回もちょっとアガスト D って読ませてもらいます。で、このシュガーのアガスト D 名義の曲なんですけど、めちゃめちゃ尖ってるんですよ。まあ、バンタンの曲も大体尖ってるんだけど、なんかそれ以上に尖ってるというか、まあ、以前紹介したザ・ラストとか聞いてもらったり、あとアガスト D のアガスト D っていう曲をね聞いてもらいたいんですけど、めちゃくちゃ尖ってる。ザ・ラストの方かな、もうシュガーは死んだみたいな、そのシュガーが歌ってるんです。そういうのがあってるとかで結構尖ってるんですけど、今回の曲もだいぶ尖ってますということで、今回ですねちょっと日本語の歌詞とかにね重点視しながら見ていきたいなと思って、なんかミュージックビデオ自体のリアクション動画とかはなんかサランピ TV とか他のチャンネルとかでやってるんで、そっちの方見てください。ちょっと僕なりの解説っていうのをしていきたいなと思います。まあ、言うて僕もねあんまりバンタンのこと詳しいわけでもないんで、もうトワイスのももちゃんとかこういう感じでねソロで曲出したりとかしたらね、いろいろもうああいうことがあったんだねとかいろいろ語れるんですけど、ちょっとそういう部分ではちょっと語れない部分があったりとかして、本当に拙い部分とかあると思いますが、ちょっと僕なりの考察と感想っていうのをね言っていこうかなと思います。せっかくなんでね、こう日本語訳とか見てもらいたいんで、今回ねパークアミさんのこう日本語訳が書いてあるね動画を見ていきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。はい、ということで始まったんですけど、もうこれね、多分シュガーが王様みたいな感じなんですよね。歌詞でも結構王様とか、俺はボスだとか言ったりとかするんですけど、多分そういうところで、王様っていう感じなんだと思います。で、すごいよね、このチャングムみたいなね、チャングムの誓いとかで出てきそうな、キングダムとかで出てきそうな場所でございますけど、はい、テージュンだ。さあ、早速始まりますよ。イェー、イェーと、肉切って、みたいな。いきます。テジッタ。さあ、鳴らせ、テジッタと。この手じったっていう意味はちょっと僕はわかりません。これね、あと、ジンとグクも出てくるらしいです。途中で。あ、もうすぐ出てくるのかな。ほら、光れ光れ、王の王冠、光れ。一万、忘れるなって意味です。はい、はい、こちら。はい、後ろに出てきております。こちら、ジンくんと、これが、グクらしいですね。ちょっと僕は見てて分からなかったです。はい、ちょっとね、歌詞戻りますね。光れ光れ、俺の王冠光れって言ってるんですよ。もうこの時点でこの人は王様です。もうシュガーは王様でございます。で、その後、一万、忘れるな、過ぎ去った日々を忘れるなって。一万多分なんですけど、このオーガスト D が出す曲って、大体こう、俺らはこういうことをやってきたぞ、みたいなことを言ったりとかするんですよ。多分、今まで俺がやってきたことを、お前ら忘れるなよ、みたいな。ビルボード撮ったりとか、韓国だけじゃなくて世界的にこうね、いろいろ賞を取ったりとかしてるじゃないですか。で、そういう過ぎ去った日々とか忘れるなよ、みたいな。多分そうだと思います。で、俺らはチャーター機で飛ぶぞ。で、世界を飛ぶって意味ですよ。で、このチャーター機なんですけど、まあ、プライベートジェットですよね。で、これ、前のアガスト D って曲、アガスト D のアガスト D って曲では、俺はファーストクラスかビジネスクラスに乗ってるって。お前らは俺の後ろだろみたいな。だからエコノミーとかだからみたいな。俺らより後ろだって言ってるんですよ。けどこの時点で、もうそもそも一般の飛行機じゃない。チャーター機で飛んでる。プライベートジェットで飛んでるっていう。もうそもそもその時点でもう格が開いてるし、今まで言ってた歌詞とは全然違いますよね。もうプライベートジェットを使うぐらい俺らはもう大きくなっちゃったぞみたいな意味だと思います。はい。下界出身で王になったやつ。狂ってしまったトラ。まあ、まずここですね。下界出身で王になったやつって。僕そんなにね、シュガーのことわかんないんですけど、まあそんな裕福な家庭ではなかったんじゃないかなって思います。まあ場所もテグっていうこともあってね。なんだろ、日本で言ったら名古屋とかそのあたりかな。まあ大体お金持ちの人って東京いたりとかさ、大阪いたりとかするじゃん。でもテグっていう場所で、そんなに裕福な家庭ではない。まあアイドルとか慣れてるから、ある程度のお金はあったんだろうけど。で、俺は虎だって。で、これ後々出てくるんですけど、犬じゃないぞ、俺は虎だぞ、みたいなことを言ってるんですよ。あ、ここ犬。俺が犬だなんて、みたいな。で、虎に生まれたんだから、お前よりは弱くねって。犬じゃねえって。
で韓国とかでもクソ野郎みたいな言うのがケーセッキやって言うんですよ。でケーセッキって犬野郎って直訳するとね、犬野郎ってなってるんですけど、俺は犬じゃねえぞと、トラだぞっていう、多分これ韓国の言葉とか分かればそういう意味だなっていうのは分かると思います。まあシンプルに犬よりトラの方が強いよね。クソどものただの泳ぎかい、正直すげえあくれるよなみたいな、もう尖ってんね、言葉が尖ってるよ、痛い痛い痛い。シュガーが誰に向かって言ってるのかちょっとわかんないですけど、あ、これ俺に向かって言ってるなと思ったら、これ痛い痛い、心が痛い痛い痛い、そんな言わんでってってなるくらいめちゃめちゃ尖ってます。誰が王様だ、どいつがボスだ、みんな知ってんだろ俺の名前、口先の野郎ども、はい、もう口先だけの野郎ども、もう口だけ達者でいろいろ言う人とかいるじゃないですか。でやっぱバンタンとかにもやっぱパンチとかもいるんでしょうね。で口先だけでバーって言ってるけど、まあそりゃバンタンのさ今までやってきた功績っていうのはさ、それは言ってる人よりさ自分の方がいろいろやってるよってもう明らかじゃないですか。第三者から見てもそうですよ。そこら辺のネットでこう書き込みするようなアンチよりかは全然言葉の重みというのは違いますよね。まあ多分そういうアンチとかに向かって言ってんのかな、口先だけの野郎と思って、まあ、今すぐその場で奴ら首を落とせって、もうそんな奴らはもう早くねっていう意味ですよ。はい、もうここですよ。一発かましたら俺はすぐチャーター機で飛んでくぜって、ライブ一回やったらもう俺はすぐにチャーター機飛んで、もう次のね会場に俺は行くよって、世界飛び回ってるよって意味でしょ。この俺を収めるには俺はまだ小さ、多分ね、これね、翻訳ちょっと分かりづらいですけど、多分これね、この俺を治めるには、この国はちょっと小さすぎるっていう意味だと思います。ちょっと分かりませんが。ちょっとこのまんまだと、俺はまだ小さいって、俺はちっちゃいみたいに言ってるもんね。違う、もっと大きいぞって言いたいんですよ。ほら、誰かが時は金なりって言うけど、俺の時間もっと高えのにって、その面に唾吐いてやるよって、もう相当な侮辱ですよ、これなんて。だからシュガーはね、こう韓国だけじゃ治まんない世界に飛び立つ人間なんだぞっていうのを多分言ってるんですよ。そういう意味。はい。はい、下がったことない売り上げ、俺らのパク、はい、こちらですね、パン PD っていうのがね、もうビッグヒットの社長プロデューサーなわけですよ。でそのもう売り上げがもう落ちないからさ、上がってばっかだからさ、もうそりゃプロデューサーも毎日もうダンスするぐらい嬉しいですよね。めちゃめちゃこの歌詞強くない？こんなん言いたいもん。もう俺が頑張ってるから社長なんてさ、もう毎日踊ってるよって、俺らの金でって、もうそれだけ俺らはもう爆売れだぜって言ってるわけじゃん。かっこよすぎん？ありがてえな、俺が天才であることにって、たかがそんな理由で薬やるかマジでかわいそう、才能がねえんだな。もうこちらでございます、まんまです。俺は天才だから薬なんてする必要がねえと。でやっぱ海外のアーティストとかって、まあ国が合法だからとかっていうのもあるけど、薬っていうかその大麻やりながらとか曲作ったりとかでインスピレーションが湧くとか言うんですよ。けどシュガーはそんなことしなくたっていい、俺は天才だから薬なんて頼らなくていい、薬なんて頼ってるやつらマジでかわいそうだな、才能がねえんだなって言ってるんですよ。もう強すぎんこんなん面と向かって言ったらもう大乱闘よ。でもそれをさ、こんなすごい映像を作ってめちゃくちゃかっこいいビートに乗せて歌詞書いて言ってんだから、これめちゃくちゃアーティストだよね。欲しいものは全部手に入れた、これから何を手に入れたら満足できるか、俺が望んでいたものは服、金、そして次にゴール、次は何だってすごく重く感じる上がいない状況。もう万端にはもう上がいないんですよ。これ以上上に行くっていう、もう K-POP のアイドルの中でもトップオブトップじゃないですか。もう上がいない状態なんですよ。もうどうしよっかなみたいな、もうこんなん賢者タイムですよ、シュガの。あーどうしようみたいな、もうやることやったっつって、もう上がいない状況、上だけ見てた俺は今じゃ下だけ見てこのまま着地したいとすら思ってるって。だってもう上行ったってもうどうしようもないんだもん、もう空飛びすぎてもう宇宙まで行ってんだもん、もう次宇宙人に会うしかないじゃん。でも宇宙人もいるかどうかわかんないと、俺何言ってんだ今じゃ下見てこのまま着地したいとすら思ってるって。シュガ自体もこれ以上上がないから、もうこれがゴールなんじゃね、もう終わっていいんじゃないみたいな、アーティスト活動終わっていいんじゃないぐらい思ってんじゃないですかね。これもうそれぐらい上行くとやっぱこういうこと思うんですね。俺が王様で俺がボスだ、刻んどけ俺の名前、口先の野郎どもって、もうさっき言ったことですね。俺がボス、俺が王様、みんな知ってんだろ俺の名前いる。こんな感じでございます。めちゃめちゃかっこいいですよ。ちょっと映像に関してはね、僕はちょっとあんま触れないですけど、今回はもう歌詞ですよ。こんだけ強い歌詞書いてるぞっていうことをちょっとみんなに教えたかった。こんな感じでございます。やばくね、こんなかっこいい歌詞書いてさ、もう言葉の重みもさちゃんと伝わるし、もうみんなもう何も言えないじゃんこんな。いやマジでシュガかっこいいですよ、アガスト D。 ちょっと僕もね、ほんと最近バンタンを知って、アガスト D っていうのも最近知ったんですけど、まあいろんな曲バーって聴いて歌詞も全部読んで、あこういうこと思ってんだな、シュガかっこいいなと思ってたけど、やっぱかっこいいですね。まあ今回のアガスト D のミックステープなんですけど、久々出たんですよね。そしたらもうなおさら言葉の重みが違う違う。はい、ということでこんな感じで、もう伝わった？
もう伝わったこのアガスト D のシュガーのバンタンの凄さ。ということで今日の動画はここまでです。ちょっと今後ね 1,2 週間ぐらいラジオ感覚になっちゃうと思うんですけど、僕は大丈夫なんで心配しないで。ということで今日の動画はここまで。また次の動画で会いましょう。チャンネル登録、高評価、そしてコメントね、たくさんアーミーの方はください。これはこういう意味ですよみたいなこともね教えていただけたらありがたいです。なおさら曲のね深みっていうのをね僕も知りたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは皆さん、じゃあね。はい、ということでね、ちょっとスタッフくんが連絡したら寝てたんで、ちょっと今回も私がアフレコするんですけど、まあ皆さんどうだったでしょうか。まあ僕もね、あのミュージックビデオもう5、6回ぐらい見てね、もう考察したんですけど、マジやばくないですか。ということで、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントの方、たくさんよろしくお願いします。もうすぐで30万人。